今日どうもありがとう、お忙しいところありがとうございます。後楽園大会に、曽谷君が来て、まあ、大森との対戦を直訴として、まあ大森本人に対戦のことはもう任すということで、まあ、本人はまあやるとああいうことで、まあ、昨日の、会見の内容も見たし、で 当日の曽谷君のなんだろう態度、俺はしっかりちゃんと筋通して言葉もちゃんとしてくるのかなと思ったら、なんかまああれが彼のスタイルかどうなのか俺は分からないけど、まあ、俺はちょっとこいつはどうなのかなと思うこともあるんで、まあワイルドをどういうふうに追求するかそういうのは分からないですけど、まあちょっと同じね、10月9日は、レッスルワンは僕らの前に試合してると思うんで、まあ、彼のワイルドなところが彼が言うのはどういうものなのか、まあ俺も割とワイルドなので、まあ、リング上でしっかりタイツとシューズ持って俺の前に一人で立てと、うちは大森をしっかりね出すんだからお前もじゃあ来いと、俺の前に立てと思ってます。だからまあこれは別にまだね何もないんで、まあ、怖かったら来なくてもいいから、その時はまあ僕はやっぱちょっと復帰戦なんで1試合にしてくださいと言うなら別に来なくてもいいんで、まあ早めに、答えを出してもらいたいなと。あとそれとまあレスロンがその、ね、前に僕の前にやってるんで、この前の僕が横浜分隊に上がった時の若いの2人も、これは武藤社長にその2人もこっちにやって、まあ、前回のちょっと俺が怒った続きをこちらで、やらせてもらえないかということは、まあ、まあこちらは僕からの武藤さんに対するお願いです。まあ、こっちのリングで彼らがどういうふうな試合をするのか、あとこちらの若いやつらがどうするのか、まあ、それも見てみたいなと。まあ、一回あいつらも恥かいてるんでね、どういうふうに動くのか見てみたいというのがあって、まあ、これはレッスン前の僕からのお願いと、それに対するのは、まあ答えを聞かせほしいということです。ということは、その曽谷選手に対してはタイツとシューズを持ってこいということは試合をやるということですね。はい、その時は秋山さんが迎え撃つ。はい、そのもうタッグとかやるよりも一対一やった方が分かりやすいと思うし、まあ、昨日の会見も見たけど、もうちょっとサスバスとすんのかなと思ったら、普通になんか昔のでワイルドもいいけど、やっぱ昔と変わってないといけないと思うね俺は。だけど昨日見てる感じだとな、昔のなんかはもう普通に、じゃあそれって戦いじゃないだろうって、大森がどこ行くか何しようか、それはまあそれは彼らのスタイルがそうなのかもわかんないけど、俺はもう戦いありきで来てるんで、お前のワールドがそんなものなのかっていうのもあるし、まあプロレスを教えてやろうかなと。だから俺の前に立てと、怖かったら来なくていい。まあほらこっちもカード決めないといけないから、
あの俺のね早めに答えもらわないと俺一人だけあぶれちゃって当日せっかくの誕生日の日なのに休みでそれもしょうがないんで。秋野さん、その分裂前に総選手と対戦したこともありますけれども、その時の感触も含めてどういう印象がありますか、レスラー戦に対して。いや、面白いあんな感じしかないですね。別に戦いがどうのこうのってそんなにないし、今回もしっかり何あの来るのかなって、もういきなりおちゃらけてるから、俺もそれ嫌いなのがそういうの。やっぱり筋通さないといけないところは通さないといけないしさ、あのしっかり言葉で喋るときは喋らないといけないと思うんだけど、まあそれは別に大盛りが悪いのかどうか俺は分からないけど、なんかもう慣れ合いみたいになっちゃってるから、そういうの大嫌いだから。先ほどプロレスを教えてやるっていう言葉もありましたけど、でも末選手が戦うことになればもうそこは容赦ない、いきますよ、はい、その復帰戦だろうなんだろうか関係ないですよ。これ今この前あいつ来てね、あの会見に俺入って怒った通り、あの俺あの時それ お前のそれは態度が違う、僕には僕のスタイルがあるって言ったんですよ。だけどこっちに来てお願いしに来てんのにお前のスタイルなんか関係ないだろって、ちゃんとお前お願いするんだったらこちらのことを考えてこちらのねなんかスタイルでお願いするのは筋じゃない、僕には僕のスタイルがあると、そんなもんはお前筋違うだろ、そこに行ったらそこのやっぱりねスタイルで形式でやっぱりお願いするところをあいつはそうやって俺に言ったからね。じゃあ復帰の日だろうが何だろう俺のスタイルをあいつに叩きつけてやるわけです。まあ別に本当にだからあの別に怖かったら早めに言ってもらえばまたカード違うのやるから。秋山さんが言いますと、菅さんに対する気持ちってのはもう怒りっていうことなんですか？うん、怒り、まあそうですよ。昨日の会見、まあその当日も、この野郎、なんか最後、あいつがなんかリングが降りて、大盛りで旦那とかなんとか言ったんですよ。俺あれで、こいつこの野郎と思って。で、俺に、これが僕のスタイルなんですよって。こっちに来てお前のスタイルねえだろって、こっちにはこっちに合わせてお前ちゃんと礼を尽くすべきだろうと、俺はね自分でただ直訴してお願いしに来てね、しに来た人間が僕のスタイルです、そんなもんは話にならない、怒りでしかないですよ。そこでこう社長自ら出ていく、先頭を切って出ていくっていうのは、いや俺が言ったから、俺が腹立ってるから俺が出ていくだけです。秋山さん個人として、まあ、だって別に俺が腹立ってるからお前じゃ行けよっていうこともないでしょ、俺が腹立ってるから俺が行くんです、手っ取り早くていいでしょ、分かりやすくて。だからその復帰戦だから誰もね復帰戦だろうからどっか肩かのか悪いでしょ、だからリスナー側も秋山さんにその肩壊されたら嫌だと思うんだったらもうノーにしてくれてもいいし、